いね。ねえ、すごいね。県庁写真あれ普賢岳ですね。駐車場310円で行けるようで、姉様が払ってくださっています。もうお城の前ですね。もうお城ですよこれ。天守閣の真下に駐車場があるという、なんて利便性の高いお城でしょうか。わお、スイージマックスです。どうもおはようございます。今日は島原城に来ています。長崎県島原市にある島原城です。早速ね、天守閣の中に入ってみたいと思います。健吾さん、健吾さん、健吾さん、そんなガチャガチャに目を奪われないでくださいね。じゃあレッツゴー。めちゃくちゃいい天気だね今日ね。なんか忍者がいますけどもね。はい、お正月仕様になってますね。これチケットです。大人520円の、小中高生は260円ですね。じゃあ中に入っていきたいと思います。ザ・鉄腕ダッシュ、鉄腕ダッシュ、あ、水鉄砲合戦ですね。あ、それをの時の鎧ですと。ケオさん、これ大砲ですね。大砲に食いつくケンゴさん。このお城はいつできたんでしょうね。ちょっとまあ古いっちゃ古いですけども、新しくはないですね。何置いてある。金印、金印ですね。レプリカ、何でもありだな。ので1階と2階は撮影禁止でしたけども、あの島原の乱の資料とかを展示してありました。ここは3階ですね。鉄砲です。猪苗銃、そうライフルですね。内観銃、ソファーあったよ。馬上銃。子供の頃にね、父親と一緒に来た記憶があるんですけども、この中身は全然覚えてない、はい、今3階です。こことここ撮影できなかったんですけど、まあキリシタン資料展と郷土資料展、まあ鎧とかいっぱい置いてましたね。で今ここです。ちょっと上上がって展望台から、見てみたいと思います。ここはでもお城というよりはビルディングだね。はい、島原城ですけども、昭和38年3月から39年3月、まあ、1年かけて作ったということですね。何年ですか、1965年ぐらいですかね。65年、64年ぐらいの建物ってことですね。健吾殿、どうしたんですか。行きますよ、上に。お袋様は元気です。足腰がしっかりしております。今日は母親と一緒に来ております。どこの城にもね、大体ね、この他の城の写真集とか置いてあるんです。この写真集のお城に置いてある率は結構高いですよね。ほとんど置いてあるんじゃないのかな、わかんないけど。一番最上階の5階ですね、展望台に行きましたよ。あ、海が綺麗よ。すげえ海綺麗。うわー、すごい見晴らしいですね。海綺麗。有明海ですね、あっちの海は。有明湾ですね。雲仙の山が見えます。山には雪が、積もっています。あれが駅みたいですね、島原駅。島原鉄道の島原駅ですね。あ、駅からまっすぐこうお城に来れるんだね、これね。はい、見えましたね、雲仙の山綺麗ね。うん、さあ行きましょう。はい、お城を降りまして、こちらはですね、細胞記念館ですね、はい、あの平和記念塔の作った人です。細胞、細胞だっけ、北村細胞さん、彫刻家ですね、この人は。天草四郎さんの像ですね、これはね。織田信長に食いつく健吾さんです。そして天草四郎にも食いついた、食いつきました。いいとこだね。そのまんまね、家だけじゃん。そうね、そのまんまだ、すごいね、うん、なかなか立派な石垣です。ここ鎧兜を着れるスペースがありますね。これね、これとは子供用もある。
ですのでちょっと来たいと思います。伊達政宗ですか、それとも、これ六門線だから花田幸村ですね。どっちも着る、どっちも着るとか。ちょっとじゃあまず健吾さんからいきますか。いいですね、健吾さん、いいですね。健吾さん似合いますよ、いいですね。今からちょっと鎧を着ます、鎧を着ます、鎧を着ます。いやいいですね、ケロさん、これは5本目が出ました。じゃあハッピーオレケロオレじゃあハッ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 、こういうの着るとテンションが上がります。ありがとうございました。大丈夫ですか、はい、もう大丈夫です、はい、I was excited. It's armor. Japanese armor. It's very good. ありがとうございました。いやそろそろね、こういう映画に出たいんですけどね、誰かオファーくれませんかね。いや楽しかった、はい、島原城を堪能してきました。なんかもう、鎧のとこだけが一番良かったかな。急遽島原城の下でなんか抽選会をやってるので、それに参加させてもらってるんですけど、健吾さんがですね、もらってるんです。当たらないってブー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 言ってるんですね。おめでとうございます。当たりません、残念でございます。邪念がありすぎるんです、健吾さん多分。そう邪念がありすぎるんですよ、ケンゴさん。もう忍者の人が MC やってるんですね、これね。あと一つ、ケンゴさん、あと一つです。どうですか？4番だ。あ、いた。はい、残念でした。みんなね。ケンゴさん、邪念がありすぎるんじゃないですかね。はいはいはい。さあ、見ましたんで、温泉に行きますよ、温泉に。